とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーやっていきます。事故ることもあるけども、まあ、10回行って、8回はクリアできるかな。2回ぐらい事故るんだけども。まあ、とりあえず今日はタワー3回行ってみましょう。報酬が楽しみだ。それでは1周目のボス行きましょう。こいつもね、ワンパンできればよかったんだけど、こいつはちょっとワンパンが厳しいので普通に行きまーす。はい、もう少し、もう一押し、いけるか。いけるね。よっしゃ、あぶねえ、あぶねえ、あれ振り下ろされてたら終わってたかもしんない。よし、報酬見てみましょう。頼む、いいやつ来て、頼む。バーストゲイル棒か、どうだろう。まず悪夢の刃、お、黄金だね。うん、リフレッシュがもともとついてる。まあ虚無クリティカルガードストライクで、まあまあ使えなくもないかな。バーストゲイルは、あー、これはね、もともとがロールチャージついてるんで、クールダウンショットがつけばもうすでに当たりだったんだけども、ダメだね。うわー、攻撃力たっけー、150万だよ、すごいね。でも外れ、ストームランダー、あー、旋風ついてるね。でも、悪くはない、悪くはない。衝撃波も欲しかったな。多分263の衝撃波とか旋風は、ものすげえ威力だと思う。ストームランダーにしとこうか。これが多分一番マシかな。ストームランダーだ。2周目ボス来ました。まあいい感じだね。1回ちょっとやられちゃったんだけども、いきましょう。今回は来てほしいな、なんか、うん、いや、コメントでもね結構来るのよ、これが出ましたっていうのが。いや、羨ましいね、羨ましいのが結構多いもん。俺もなんかもうなんだ、家宝になるような、こういうやつがね、一つは欲しい。なんかそんなの出てほしいわ。でもね、やっぱ出るのは稀だよね。なかなか出ないと思う。でも出てしまえば、本当に最高のやつで間違いないから。一個ぐらい、今日お願いします。なんか出て。おしゃ、押し切れる。いけるね。オッケー。あ、で、あとお前か。よし、お願い、なんか出て、頼むよ、何か来てくれ。破滅。クリティカル輝き虚無で、まあまあ使えなくはないね。まあダメージは素晴らしい、130万。どうだ、豪華。ダメだね、どうしてもね、クールダウンがついてくれないんだよな。亀はだ、ダメだ、ダメダメ、全部いらないな。まあ破滅にしときますか。うん、破滅にしときます。ラスト3周目、気合い入れていきましょう。何が出るかな、最後はね来てほしい。でもまあ結構ユニークは出てるのよ、ユニーク結構出てるんで、全然調子が悪いわけじゃないんで、いけるはずだよ、いけるはず。うん、調子はね、悪くはないんだ。ユニークが出てる分、ほんと、調子は、すごくいいはず。おい、おい、お前、まだいるっしょ。あそこか。はい、はい、はい。まだいた、は
こいつ本当ね足止めされるんで早めにね処理するようにしましょう。やっべえな若干減ってる。まあまあ大丈夫、ゴリさん出る頃には回復してるね。オッケー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 。他がやっぱ出てきた、要注意ね。危ねえ、よしオッケー。でゴリさんが来た、オッケー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 、おっしゃ行くぞ、よっしゃ、うん、うん、もうちょい、あと一回、いやいや大丈夫、ドラ使う前に倒せる。イエイ、では最後の報酬お願い、ほんとお願いします、いいの来て。なんだこのなんだこれさ、いやでもまあ威力半端ないよ、360万のサブリウイングよ、これ半端ないけど、まあまあ一応取っとくか。スーパーチャージオーバーチャージついてて、リフレッシュで虚無が黄金でついてる。ああいいよいいよ、さす槍は俺使わないな、よろしくない、心を奪うもの、サブリウイングでしょ。はい、ということで今日出たやつこの3つですね。ストームランダー、大いなる破滅、サブリウイング、まあ全部ちょっと微妙なやつだけどね。でもまあユニークは出てはいるんで、流れ的には悪くないのかな。黄金の黄金スキル3がついてるやつが出てるんで、これ黄金でさ263出ればすごくない？最高のやつだったらほんと最強だよ。まあ最終的にはそういうのを狙っていきたいですね。まあ、今日はちょっとあまりよろしくありませんでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。